これは各党としっかり国会で議論をして、そして結論を得ていかなければならない課題だと考えています。ぜひこうした議論を行いながら、必要な貢献を自民党としてもしっかり行っていかなければならないと考えています。現状は以上です。以上をもちまして、総理、原発について質問させてください。原発について質問させてください。地震から3日も経過して、いまだに総理が原発について一言コメントしないのは異常です。質問させてください。質問担当宛てにメールでお送りください。後日書面にて回答させていただきます。ご協力ありがとうございます。総理、原発の再稼働を諦めるべきではありませんか。地震大国の日本で原発の再稼働は無理だと今回分かったのでありませんか。答えてください。聞く力はどこへ行ったんですか。